はい、こんにちは。カツオのね、刺身を片身で630円、だいぶ安くなりましたね。まあ1本で1500円割ると買いやすいですよね。カツオ頭がこんくらいだから、まあ結構割といいサイズですね。まあ中型とも言えないけど小型でもないっていうところですかね。まあ、630円で手頃なんで買ってきました。これで今は家族3人なんで十分食べられますよね。はい、たたき作ります。よいしょ。はい、母の法要も終わりましたね。新玉ねぎ美味しいですよね。一緒に買ってきました。たたきを作ります。あれは今のね、宮崎県産なんですよね。高知はね、カツオがたくさん取れるっていうよりも、カツオの消費量が多いんですね。とにかく毎日カツオを食べるとこなんで高知はね。よいしょ。はい、最近これです。発泡酒でお疲れ様です。よいしょ。アンケートと違う、変なとこ触っちゃった。よいしょ。はい、お疲れ様です。カツオのたたきだ。さあ、簡単です。ちょっと塩をして焼くだけね。あ、いかんいかん。玉ねぎ。先にあの玉ねぎを皿にしてきますからね。この新玉ねぎが一番いいですよね。春のこの新玉ねぎもう大好き大好き。甘い。たっぷりとね、お皿にもう新玉ねぎを生のまんまでいいですから敷き詰めて。敷き詰めるっていう感じね。ほんで、このちっちゃいまな板で狭い台所で何でもやっちゃうからね。もう面倒なんで、ちょっとあのオニオンスライスじゃなくて厚めでいいんですよ。ね、こうやって。タッパに入れとくと後が楽ですからね。よいしょ。これもこれにあの小口切りのネギがあったらいいんだけど、これでポン酢かけてね、かつお節もいらないから。それでサラダがあったらどんな料理でも合うからね。これ嬉しいですよね。わお、入んなくなった。まあいいか、あとで。蓋ができない。まあいいか。ラップして。よいしょ。さて、カツオはね、塩。
叩きをするのに塩を振るんです。塩、うん、もうこのままでいいから、これでね、ちょっとこの汚れをこう包丁の先でね、こうちょっとなぜてやって取る感じ。そうするとこうこんぐらい、まあ汚れでもないけど、でこれも捨てちゃうからね。でこれをここにね、ここにちょっと、あ、やっぱり残ってる。ここにね、ちょっと厚い皮があるんですよ。これ、わかりますかね。ここ。この部分。この部分ね。これがちょっと厚いんで、この背中の方から、わかります？これ、ここをね、取ってやるといいんで、これがね、歯に触るから、皮は美味しい、皮は美味しい、油があるから、皮の後ろに油があるんで、ただこの厚皮はダメね。これ、きれいにこう、こういう風にね、取るの。わかります？これね、ほらこうやって、あの包丁にあまり力を入れずに歯が入っていくように任しちゃえばこうやって取れるから、ほらきれいに取れたでしょ。こういう風にね取れるでしょ。これでいいんですよ。これでちょっとここ、この背中のね、この背中のところはいらないんだよね。ちょっと熱い。これ焼き切っちゃうかな。ちょっと熱いよな。ちょっと硬い皮があるよね。背中と、ほら、こういうところね。よいしょ。はい。このぐらいね。今、左手魚触ってるけど、右手は魚触ってないから、包丁だけでも。こういうのは大事よ。よし、これでいい、これでいい。これでいいから。私、寝ようけ。うん。何？こうやって結構ね、ちょっとつあれっていうぐらい、まあお醤油の半分ぐらい塩振ってやればいいんでね。ちょっとね、よっ、塩焼きの半分ぐらいの気持ちでちょっと振ってやるといいんだね。でこれで、直火直火、皮から。で、ここでもう始末を始めちゃう。
背の方は油を焼いてね、腹は簡単に で冷ます。これをね、ほら、いい焼き色でしょ。これを冷ますね。こうか。もうあっちっちじゃないぐらいまで簡単に冷ますね。これを氷水につけちゃう、締めるっていうのがあるんだけど、それダメ。油が落ちて、この表面のテカテカした油がうまいから、氷水につけたらダメよ。よいしょ。ね。このまな板の上にカツオの油がつき回ってるから、これを逃さないようにね。よいしはい、ほら、こんな感じね。ほら、レアでしょ。美味しそうよいしょ。これを、よいしょ。まあ、大体あの5切れ、奇数ね、5切れを目安にして、まあ俺あんまりうまくないんだけど、これこういくのかな、こうでいいな。5切れを目安にしてね、持っていくわけよね。なんか違うな。あ、そうか、手前と奥か。まあいいや、こういこうか。こうだな。最後は 7切れだ。まあ、7切れは7切れでいいね。やっぱり刺身の盛り付けは下手だな。まあいいか。これはでもやっぱりこういかなきゃダメか。
なんか下手くそだな。刺身の盛り付けは習ってないからね。いつも適当で、うまくいくときとうまくいかないときは。なんか今日は切るのはいいけど、盛り付けがうまくいかない。よし、まあいいや、これで普通のたたき、盛り付け下手くそだな。この中骨もね、あの俺はしゃぶりながら食べる、まあ、家庭だからね。それで、よいしょ、始末をしながら、始末をしながら、よいしょ、西岡さんこんにちは。あの明日か、明日の夜行バスか、明後日の安いあの LLC で LCC か飛行機で格安航空で東京に行って仕事して、早くねちょっと借金も返さなきゃいけないし、もうずっとこの3年間やってきたことの成果をこれから出しにかかるんでね、まあ本当に皆さん お待たせしてますけど、なんとか頑張りますよ。まあ頑張ることはいつでもできるんだけど、運があるからね、こういうビジネスはね。高知のあの東洋町のホテルね、株主のオーナーが従業員の女の子に惚れちゃってというか、まあ彼も離婚間近で5歳をもらいたい5歳をもらいたい言ってたから、それはそれでまあね、俺に相談すりゃいいのに、わざわざ変な時に飛ばすから裁判になるんだよね。まあそのおかげで大きなビジネス、やっぱりあの私がやって目標にしている食料もエネルギーも自給自足をする、大阪市長選挙でねぶち上げた会場の都市、難民受け入れ施設につながる大きな都市をね、作るっていう、そういう目標がやっぱりできるから、それはそれで良かったというふうに前向きに捉えてるわけですよね。まあぐちぐち言ってもしょうがないから、前向き前向きにいかないとね。よし、よいしょ、オッケー、
あ、いけねえいけねえいけねえ。先にやっとかなきゃいけない。これね、まだ、まあ、まだほんのりあったかい。このね、ほんのりあったかい時に酢。米酢ね。結構いきますよ。米酢。よいしょ。あとはね、僕が先に食べるから家族は後で食べるんで、僕の分だけ取り分けますね。まあ申し訳ないけど、私は腹の方が好きなんで、贅沢に腹の方をごっそりと取ります。押した押した。これあの 宮崎産のカツオだけど、なかなかいいですね。春カツオ、今時のカツオで脂もそこそこ乗ってるけど、赤身がこうしっかりしているっていう、そういう感じのね、春のカツオですね。これがうまいんだよね。さっぱりして、よいしょ。ちょっと欲張りすぎだな。てんこ盛りで、よいしょ。お酢をかけたら冷めるから、これはもうラップして家族の分は冷蔵庫ですね。よいしょ。これは家族の分は冷蔵庫で、よいしょ。にんにく醤油、にんにく醤油と柚子があったらいいんだけど、柚子があったらいいんだけど、まずレモンとね、もうこれでない。やっぱりちょっと柑橘系の米酢でコクを出して、柑橘系のあのお酢が欲しいんですよね。生姜は使わないですね、私はね。生姜はアジの時は欲しいと思うかもしれないけど、これニンニク醤油です。ニンニクのスライスを普通の醤油に漬け込んだやつですね。こんなのは、これあのホテルで刺身がどうしても食べたい時に作ってバッグに入れて取っておいたやつなんですよ。ニンニク醤油なんて絶対傷まないからね、常温でも。こうやってあの二重三重にビニール袋にくるんで、ニンニク醤油は結構あの常にバッグに入って、おかしいでしょ。ニンニク醤油がバッグに入ってる男っておかしいよね。まあでもね、疲れるとこれが欲しくなるのよ。生のニンニクは生のニンニクで美味しいのよ。それはそれで美味しいんだけどね。よいしょ。これ使わないともったいないからね。よし。よし来た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 。よしできたぞ。
醤油が足りない。はい、こういう感じで、ね、おう、こぼれたこぼれた。にんにく醤油、にんにくのスライスの醤油漬けで、春の新玉ねぎ、カツオのたたき、てんこ盛りですね。こう、あの広いお皿に真ん中に絞って盛り付けるのもいいけど、このぐらいのお皿にてんこ盛りに盛るのもまたまたそれは家庭では特にねいいんじゃないかっていう感じでね、結構醤油はね結構後で捨てちゃうんだけど、生臭みが消えるから醤油は結構使いますね。このタレの中から拾い上げて食べるみたいな、そんな感じね。よし、コインがあるのかな。あ、すいません、誰かコイン1枚投げてください、お願いします。よいしょ。何時だ今。3時半か。もうちょっと放送しようかね。うん、コインが入らない。まあいいか。あ、お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 、島田さんありがとうございます。あ、野の花さんもありがとうございます。一瞬やめようかなと思ったけど続いちゃいました。さてさて、ちょっとじゃあ、え、何時だ、あと30分、3時45分ぐらいまでか。しゃべりますかね。はい、いただきます。こうか、いただきます。いや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 、火曜日は東京だな。このニンニクのスライスを乗せて、たたきのいいところ、こうか、小口ネギとニンニクのスライス、こんな感じだな。はい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 、はい、こんな感じですね。いいよ。春の味、さっぱりとした油でね、カツオはもう春と春のそのね、登っていく回遊魚だから、これから育っていく、まあ人間で言えば青春時代の味と、この大豆島みたいな味と、落ちガツオのね、戻りガツオの、全然違いますからね。うまい、若いカツオは若いカツオでうまい。ちょっと生臭いだけが、ちょっと待ってね。
だからちょっと洗剤で、その作る途中についた匂いっていうのはちょっと違う生臭さがあるからね、やっぱり外側のね。これ皿の中はもう焼いて生臭さ飛んで、ニンニクも入ってるし、包丁で切ってるだけだから生臭さはもうないけど、外に触ったこの魚の生臭さちょっと残ってたら気になるんだよね。そうするとこううまさが半減する。関係ないだろうと思うかもしれないけど、これ違うんだよね。よいしょ、よし、これでちょっとね、やっぱりね、箸を運んだ時にん、何が生臭いんだ、自分の手が生臭いんだね。俺はうるさいね、大変よ俺みたいな音相手にすると。あの大相撲土俵女人禁制問題でもごちゃごちゃ言ってるやつがいて、長野の愛媛の長野さんが相手してきてくれてんだけども、ごちゃごちゃ長引くから、私はあの日本のね汚れ思想について語るつもりなんで、もう土俵のことは簡単に片付けようと思ってる。うまい、玉ねぎをたっぷり食べた方がうまいわ。もうカツオのたたきの薬味というよりもほぼ生玉ねぎ、春の新玉ねぎサラダ、カツオのたたきトッピングみたいな感じ。もうこれうまい。カツオのね焦げた油のうまみと新玉ねぎのさっぱりしたほんのちょっと辛みと、ね、で小口玉ねぎのまた辛みがちょっとあって、わさびとニンニクの醤油漬け、これがほらこんだけ使ってるからもうニンニクが、あ、まるまるくん1の1号は長野さんなんですね。ありがとうございます。もう長野さんね、あのちょっと僕が整理するから、要はあのなんていうの、あんまりほらいくら説明してもぐちゃぐちゃ言って聞かないやついるでしょ、そんなやつに説明しても無駄だけど、それあのいろいろまた入ってきちゃうから、それあの僕はね辛辣な言葉を投げかけて、ほんであのプチってあのブロックして切っちゃうから、そうすると半分ぐらいそれしちゃうと残りのやつは、あ、これ以上言ったらあのブチ切られるっていう、ブロックされるって分かるとシーンってしちゃうんですよ。それでいいね。そもそもあのそういうあの僕のフェイスブックに来て、赤の他人の僕とか長野さんにはね、あのバカだアホだとか、差別者だとか、わけのわからなかった、知るか女の子なんて、こっち来んじゃねえみたいなところあるからね。あ、うまいわ。この季節のカツオのたたきのいい味だ。
あれがほら、てんこ盛りで、まあレストランなら4人前ぐらいが、玉ねぎも入れて、あの、700円、800円ぐらいでできるからね。やっぱり地元は違うよね。玉ねぎ、天狗、これは止まらんわ。うまい。この、ニンニクのスライス。ね。この、焦げた、カツオの脂のうまみと。うん、うまい。玉ねぎがうまい。父さん野菜がうまいんだって。ああ、ほんとね、高知はね、まあ魚ももちろんうまいんだけども、あの米も野菜もうまいから、ほんとにね、飾ることがいらないんだよね。やっぱ違うわ。酒か焼酎、これ、家に帰ったらこれね、買い置きのやつ。これはね、1000円しないんだけど、焼酎麦焼酎、これね、ここいつも言ってるけど、おつるいね、これ甲類おつるい混合っていうのはダメよ。このおつるいのみか、本格焼酎って書いてるのが本物だ。よいしょ。キムチのジャンは、それだけでいけるわ。なんだ、トマトジュースはいいか。野菜、緑黄緑野菜、リコピン。よいしょ。すいませんね、本当に家でくつろいでましてね、完全に無防備ですが、よろしくお願いします。どうでもいいみたいな。もう8年もね、8年も放送やっとったらね、もうどうでもいい、勝手に 見て家やったら見るなみたいな、そんな感じ。大体あの、フェイスブックのね、お客さんもね、こいつら何考え中かなって思う。はぁで、フェイスブックで友達関係になってるだってあんた、なってないやつもおるし、見ず知らずの、人に対して、俺もあの無知無明とかって言うけど、最初にズゴンってくるからね、こいつら何って思ってね。でしかももう見るからに、あ、これあの前の議論を全然見てないなと、上っ面で自分の思いだけをパー言うてきてるなという、そこでこう横着なことが入ってたら、あ、はい、無知無明、矛盾、それで終わり。あー、ほかと思うよね。赤の他人にお前無礼やろうと思うけどね。日本も落ちたなと思うけど、長野さんはよう知ってるけど、ええけど、他のやつらは知らんねえ、何にもね、相撲の、まあ、うちの子供やら何やらが知らんのはしょうがないとしても、
こうフェイスブックでこう一丁前に女性差別やとか日本の歴史がどうとか明治からどうなったこうなったって言うてるやつが知ったかぶりして言うてるけど、そいつらのなんと物事を知らんことというのは呆れるね。この焼酎のねトマトジュース割りがねまたこう刺身に合うのよ。俺はねもうあのトマトソースで味付けしてみたいなそんな感じね。エンドレスやエンドレス、腹張るまでエンドレスや。秋はこうさっぱりした油で秋は玉ねぎを玉ねぎよ、ほら玉ねぎに隠れてカツが見えんという本当に新玉ねぎのサラダ&カツオのたたきみたいな、こういうの自分で作って食べるのがまたいいよ。こう遠慮なしにバクバク打てるからね。ニンニクのフライ。もう絶対この味は自分で作らんと、自分が好きなようにして最後にわさび。これ自分で作りましたっていうね味、これやね、このよそでは絶対こんなん出てる。自分が好きなように作ってるから。ほんでね、あの新しいお皿にね、もうあのあんまり浸かりすぎんようにそこそこもう味がしっかりついてきたから、お皿の中でまあちょっと漬けというかね、あんまり染み込みすぎないうちにこう拾い上げるタレからね。あとまあ汁を捨ててもええんやけど、これは別にあの自分の皿やし、あそこに湯豆腐があるから湯豆腐ちぎって食べてもええしね。こうやってすみません、家で好き勝手しとる。これが気楽でええや。本当にあのほら、よう泊まってるカプセルホテルはまな板もシンクもない、もちろんあの電子レンジも冷蔵庫も何にもないからね、何にも食えんわけよ。ベッドの上でちょこちょこっとどうしても食べたい時はやるけどね、こうやって別皿に取り分けてね、ちょうどもう味がいい感じになってきた。これ以上こうシュマンよりね、これがたくあん味が染みることをね、味がシュムっていうね、土佐弁ね、シュムああ、まああのも女人禁制問題はどこにこう僕はあの運んでいこうと思ってるか言ったらですね、あれはやっぱり明治維新が大きな関係があって、外圧でその頃江戸時代までは男も女も裸で混浴でいわゆる銭湯みたいなところがにぎわってたんですけど、で女相撲も裸で土俵であの回し締めてやっとったんやけど、あんまりその江戸時代の日本人にはその女の人のその上半身裸っていうことに対する
違和感がないっていうかね、それをこう欧米列強先進国から野蛮だと言われたわけですよね。まるで未開の国みたいと。それであまりにそのあそうだったんだって言って、明治政府が急に、私のその理解はよ、また調べ直さないかんけど、明治政府が慌てて、欧米列強にそんな風に見られたら女の裸はいかんかったんや言うて、あの男女7歳にして席を同じくせずとか、その頃にできたわけよ急に。それまで結構あの性別は関係ないと、女の裸も別にお乳ブラブラぐらいは、ああぶら下がってるねぐらいのもんだあんまり今と全く違うたんやけどっていうかだったそう、読み物書き物調べたりするとね、皆さんもすぐ分かると思うけど。で、明治政府が相撲を全部やめましょうっていう風になった時に、明治天皇が相撲好きやから、いや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 、やりましょう。だね、朝廷はほら相撲が好きで、ずっとその天覧相撲というか、相撲せちえ、おせちね、伏し、節句の節に会うで、せちえ、相撲せちえっていうのを朝廷内に力士を招いてやってたわけ。まあまあまあ、あんた貴族があんた暇やから力士呼んでわーわーってやって楽しんどったわけですよね。別にそこにはあの神事もへったくれも何もないんやけど、要は力自慢の男が競い合うと、まあ今で言うサスケみたいなもんじゃないの。まあそういうのが宮廷でよく相撲せちえって言って行われたわけで、ね、宮中行事として。ただまあ明治政府になって江戸時代にはこう女相撲があったり、それからあの相撲とは関係ないけど、こう足がないのんとか、こう形が変わってんのとか、そういうそのまあ言葉は気をつけないかんけど、ちょっと五体不満足みたいなところで、ただ事故で、あるいは病気でこう手足がもげたとか言うんじゃなくて、いわゆるそのイレギュラーな形で、生まれてきた人をこう見せ物にして、それでこう金を稼いでたみたいな興行とかがいっぱいあって、まあ、そういうものの中も大きな歌舞伎もそうやけど、まあ、とにかく太平の世やからね、パックスアメリカーナ、現代のパックスアメリカーナ、要するにアメリカの統治のもとに世界の均衡が保たれてるみたいな言い方があるけど、パックス・エドガワーナーって江戸幕府のあの力でもって権威でもって平和が保たれてるという260年一つの政権が続いたという世界でも稀な時代ですからね。まあ、その時にやっぱり太平の世で見せ物興行が流行るわけですよ。で珍しいものを、いわゆるサーカス的なものから力自慢とか奇術マジックみたいなものまでね、であのからくり人形みたいないろんなものが流行ったわけだけど、こんなのも全部調べたんよ、自分が興味があるからね。そしたら相撲も女相撲も盛んになり、とにかく相撲をやったら客がわーわー集まってくる。まあ今で言うその X ゲームじゃないけど、なんなんかな今で言うたら、それこそオリンピックでわーってみんなが集まってくるみたいな、そんな感じですよね。とにかく相撲興行やったらあの人が集まってきて、投げ銭はあるわ、入場料は取れるわ、儲かるわっていうんで、勘定相撲、つまり神社仏閣が燃えたりとか、古くなったから新しくするっていう時に大変お金がいると、その時に神社仏閣のその境内で相撲を許可するわけ、やることをね。あれは
まあ、長野さんが言ってるように自社奉行の管轄になるから、いわゆるその御免公務る、今もこう御免公務るっていう旗を垂れてるけど、要はその まあそこで好きにやっていいよみたいなね日の見櫓の高いこの櫓を建てて触れ太鼓をしたりとか、旗を立てたりするのに、許可がいったみたいね、もうほぼ生玉ねぎみたいな、ここカツオのたたき、これまた合うんだこれ。うまいわこれ、西岡さんに食べさせてあげたいわ、ほんまに。やっぱり違うんだな、ちょっとね、土佐で食べるとね。これが地元の味、私の味、自分の味うまいよ。で、西岡さんは僕がチャッチャって作って、あ、これつまみにええですよっていうのを食べたことがあるからね。結構俺は酒飲みやから、酒のつまみ上手に作るからね。そうそう、神社やから、まあ要はそのだから僕がその相撲の女人禁制と、そのね、女人禁制汚れの思想と関係があるって言うけど、でも被差別部落の問題と、どうして僕がこう過去調べてきたことと相撲でこう私がこんなに調べてるかって言ったら、死の交渉を得た否認ってあるでしょ。武士、農民、工業、まあ、かんざし作ったり大工でやったりね、で、商業を商いをする反物を売ったり、魚を売ったり、材木を売ったり、そういう商業ね。ほんで過去 の、 あの童話教育で得た否認っていうのは、その下の仮想 の、 あの地位だと身分的に蔑まれてたんだっていう教育を受けてたんだけど、これ調べると間違いでね、今のいる寺社奉行、神社仏閣に対して隷属している人たちが得た否認と言われている人たちで、かたや幕府侍の社会に隷属している人たちが死の交渉と、つまり税金を納めているところが二ところだったわけ。ね、今我々は日本政府に税金は全部取られるんです。で、江戸時代においては武士、農民、それから工業、まあ、大工だの、かんざし職人だの、いわゆる町人ね、それから商人、商いをする。そういう人たちは幕府に、侍の社会に税金を納めるし、それで武士は食ってるわけやけども、これは朝廷に対する、まあ、課税徴収じゃなくて、朝廷に対しては神社仏閣のお布施、いわゆる賽銭、投げ銭、まあ歌舞伎であっても相撲であっても、サーカスであっても、この
工業に対するその収入手数料、入場料、そういったもので金を稼ぐ、これはですね、市の交渉じゃなくて得た否認という分類にされて、神社仏閣の仕組みの中で、商いを許された、いわゆるその寺銭っていうね、まあ、ヤクザがそのうちの島やんけとか言うて、島っていうのはテリトリーっていう意味ですから、うちの島で商いするんやったら寺銭もよこせみたいなね。だからまさに寺銭というのはそのなんていうの、まあ用心棒料みたいなところがあるわけね。私たちが特に許すから、まあ、御赦免状というか御朱印状、お墨付きってあるでしょ、お墨付き、ああいう時にまあ御免被るという許可証が出るわけですよ。それでこう興行ができる。まあ歌舞伎とかサーカス、相撲は全部いわゆるその市の公所の部類に入らない得た否認、すなわち神社仏閣朝廷に資金を納めるということでつながっていると。まあじゃあどっちなんだって言ったら否認ですよね。否認の部類に入る。歌舞伎も見せ物小屋も相撲も興行というか江戸時代にはね、そういう部類に入るわけです。いわゆる否認、否認てかっていう、まあ一つの刑罰で陥れられる身分でもあったんだけれども、否認てか、まあそれ調べてもらったらいいけど、まあ、仏教の中で六道、6つの道っていうのがあって、人間界と畜生界、人間道畜生道の間におるのが否認やと、人にあらずとこう書くわけですよね。まあそういう部類に相撲も置かれていたんだよと。まあそういうところに女性が入り込むとどうなるのかという、そういう否認と言われる身分の人たちのところに、命の取り合いの相撲なんていうのも、行事側の行事差し違えたら腹かさばいて死ぬるっていうのは起きてもあるんやから、まあ力士は命の取り合いをしてたわけですよね。まあそういう中に男と男の戦いの場に女性を挙げるということはどういうことかっていうのが、まあまず基本にあるわけよ。そこにね、女も危ないからどういう時やっていうのは基本にあって、それと明治以降の神道の古墳時代の力士像が言うその汚れの思想を清めたまえというようなことをミックスして、まあ、これから説明していくということですね。はい、じゃあまた。